越しくださいのと、特にこの雪の日に来てくださってありがとうございます。なんか、2人ぐらいしかいないんじゃないかなと思ってたんですけど、ありがとうございます。帰り、こけないでください。すいません、ちょっと座って、ここから進めさせていただきます。今、紹介に預かりました、アーツカウンシル埼玉のプログラムディレクターをやってます、森と申します。森隆一郎と申します。よろしくお願いいたします。アーツカウンシル埼玉というのもね、多分ご存じないんじゃないかと思いますけれども、昨年10月に発足しました。この建物もそうなんですけども、財団、文化財団がありまして、その中の、セクションということで、アーツカウンシル埼玉というのが置かれています。で、アーツカウンシルって何かっていうと、芸術文化の支援を専門的にする、機関です。最近日本の国内で、いろんなところにアーツカウンシルが設立されているんですが、埼玉市も、別にそれ流れに沿って作ったわけじゃないんですけれども、いろいろ検討を重ねる中で、アーツカウンシルを置こうということになりましてできました。で、埼玉ってついてますからちょっと勘違いされるんですが、埼玉県ではなくて埼玉市の、アーツカウンシルです。よろしくお願いします。で、ビジョンがありまして、私たちはこのアーツカウンシル埼玉の活動を通じて、ちょっとこれ読みますね、あらゆる人に文化芸術を創造享受する機会を提供し、心豊かに生活できる街を創出する、これが私たちのビジョンです。今日の、募集要項にも、似たような言葉が書いてあるんですが、これは私たちのビジョンを反映してそのように書かれているわけです。生活都市と言われるこの埼玉市の中で、こういうことを実現していきたいなというふうに思っています。それでですね、今回その公募プログラムを行います埼玉国際芸術祭とアーツカウンシルの関係なんですけれども、埼玉国際芸術祭は、埼玉市さんですとか、あるいはこの財団などが、他にもいろんな方々が、共同して作っている実行委員会、これが主催者です。で、この主催の埼玉国際芸術祭、実行委員会から、からというかと、私たちアーツカウンシル埼玉が連携をして、この広報プログラムを、行っていくということになっています。国際芸術祭自体はアーツカウンシル埼玉がやっているわけではないので、非常に細かいことですけども、一応そこは分けております。で、この市民の広報プログラムに関しては私たちの方が、審査の方を担うということになっております。そしてですね、じゃあここからですね、この公募プログラムの募集要項というのをですね、ちょっとご覧になっていただきたいんですけれども、こちらの方を説明していきます。この公募プログラムは、その埼玉国際芸術祭のコンセプトを共に作る参加するというもの、これを具現化するものです。で、今年のテーマは、今回のテーマは私たち、ひらがなで私たちというのがテーマです。ご存知かもしれませんが、アーティストチームの目という方々が今回の芸術祭のディレクターになっています。で、国内はもとより、国外からもかなり注目の、集まっている芸術祭の一つとして、数えられています。で、この私たちっていうテーマにのっとって今回の応募企画も、募集をかけるんですけれども、これ私たちっていうのをで、ちょっと誤解すると、自分たちだけとか、分かっている人たちだけが楽しめればいいということではございません。いろんな捉え方のできるテーマですけれども、できれば芸術文化の裾野を広げるような、あるいは、見たこともないようなことが起こるとか、そういう経験をしたいなというふうに、それはもう私たちも含めて、思っているところです。このプログラムで、目指すことって、一番最後には期待される効果として、ピンクで出てますけれども、国際芸術祭2023機運の醸成、結構広い意味ですけれども機運が醸成されること、そして、この埼玉市において、文化芸術活動の認知度が上がっていること、そして、埼玉市における文化芸術活動が活性化していくこと、この3つを目指して、開催します。ぜひですね、これから企画するのかも皆さんの頭の中にあるのか分かりませんけれども、ぜひこの機会を生かしてチャレンジングな企画、これもやったことがないようなこと、あるいは私たちも見たこと経験したこともないようなことっていうのが、
見られるといいなというふうに思ってます。まあ、ただ一方でそんなに大それたことじゃないんだけど、自分の生活が少しこれをやりにくい豊かになったのか、周りの人たちが、これに参加してもらうことで、また少し豊かな生活が送れるななんていうことも、もちろん入ると思います。そんなようなことで、いろんな応募が来るといいなというふうに思っています。さてですね、じゃあここから応募にかかる詳しい説明ということで、隣がですね、松川市埼玉はプログラムディレクターが私で、プログラムスターが隣の三浦さんなんですが、まあ、いわゆる専門職ではこう以上です。今後拡充していく予定はありありなんですけども、まだまだこれからということで、優しく見守っていただければと思うんですが、そのプログラムオフィサーの三浦忠さんから、次の、具体的な話の説明がありますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ私も、ご挨拶を。こんばんは、皆さん、足跡を見てくださってありがとうございます。プログラムオフィサーの三浦忠と申します。今後よろしくお願いいたします。私も座って説明していきます。皆さん、この場に皆さんこの場に足をお運びいただきましたので、すでに募集要項など手元に取り寄せて目を通していただいている方も多いとは思うんですけれども、一応ざっとですね、募集要項に沿って要点などご説明したいと思います。まず募集要項1ページ目が先ほどプログラムディレクターの森よりご説明した概要趣旨になります。で、2ページ目をめくっていただきまして、2番、募集期間、3月7日までの募集期間となります。3番、応募資格、プロ、アマ、個人、団体は問わず、ただし次に掲げる要件のいずれにも該当するということで、全てに該当していただきたいと思います。市内で芸術文化活動を行っているもの、または市外において文化芸術活動の十分な実績を有し、当該活動を本市において展開しようとするということです。それから団体にあっては規約もしくは改則、これに代わるものを有する団体としてのルールをきちっと整えているということ、それから特定の政治活動や宗教活動に関わる方法を行っていないこと、租税を滞納していないことなど、基本的な条件を備えたところが方々が応募資格を有します。4番、応募することができる事業プロジェクトの要件、こちらは埼玉市内において公開により展開し、市内外で広く発信することができるもの、2番として事業の実施者が展開に必要な会場を確保することを基本とするが、会場使用に許認可を要する事業は提案段階での応募も可とする。要件として会場を応募者自らが確保した上で、企画を立てて応募していただきたいということです。それとちょっと飛びますが、9ページに、スケジュールを記載しております。9ページ、スケジュールの一番最後、6番ですね、事業の展開ということで、2023年10月7日から12月10日までとありますが、これが、そうか、皆さんのお手元に、ひょっとしたらですね、最初に公開した募集要項では、10月上旬から、12月10日と予定と書かれているかもしれないんですが、ちょっと訂正させていただきます。10月7日から12月10日、10月7日から12月10日が国際芸術祭の会期になります。その会期に必ず重なっているということを要件とさせていただきます。で、会期より少し前に始まる、で会期に重なる、それから会期中に始まり少し会期を超えて、実施されるというものも程度にもよりますが、審査の対象にはさせていただきます。ただこちら側の要望としては、芸術祭の会議にさまざまなプロジェクトが集中的に開催されて盛り上がることを希望しておりますので、その点ご協力いただければというふうに思います。戻っていただきまして、4の応募することができるプロジェクト事業の要件の続きです。
逆に次のいずれに該当、いずれかに該当するものは応募することができませんということで、括弧1から括弧4まで、一般常識的なことが記載されておりますが、これに加えまして、ちょっと注釈させていただきます。芸術祭で、アートプロジェクトであるとか、今回公募の市民プロジェクトという枠ですけれども、さまざまに他のプロジェクトのカテゴリーがございます。今回埼玉国際芸術祭2023の他のプロジェクトでご参加予定 の企画についてはこちらの応募は受け付けられませんので、その点ご留意をください。逆に言えば別の企画であれば応募主体が同じ方でも応募いただくことは可能です。それからもう一つ補足ですけれども、先ほど事業を実施する場所、会場はご自身で確保してくださいというお願いをしました。公的な施設であるとか、民間施設であるとか、それは皆様のお使いになりたいところを任意に選んでいただいていいんですけれども、一つ今回の芸術祭に、大宮に東口側に新しく市民会館大宮が、レイボックホールという名前でオープンしておりまして、そのビルが大宮門町という名前の再開発ビルがあるんですけれども、ビルの1階のところに吹き抜けの広場がありまして、門町広場という名前のようなんですが、大宮門町を運営している中央デパートという管理会社から、芸術祭とコラボレーションしたいので、この工房のプログラムで、募集される方が、その広場を使いたいというご要望があればぜひ使っていただきたいという情報はいただいておりますので、交渉してみていただくとよろしいかなというふうに思います。めくっていただきまして3ページ目、募集する事業のコース、今回は、交付金の額のレベルに応じて3コースを用意しました。 A コースが10万円、B コースが30万円から50万円の幅、 C コースが100万円から300万円の幅です。で、全体の予算の中で、このコースを割り振って、認定をしていきます。採択をしていきます。で、米印で注額しておりますが、負担額は基本的に10万円の単位で、募集 の予算の、対象経費を上回らない範囲で、交付をさせていただきます。で、その下に、対象経費を細かく羅列しておりますが、ご自身がご提案なさろうとするプロジェクトに、ぴったりくるものがない場合、それに近い、経費項目を探していただいて、対象経費となるかならないか確認の上、予算書を立てていただくというお願いしたいと思います。参考として、さまざまなアートプロジェクトなどの実例などに参照してこちら作っております。で、5ページに行っていただきますと、注意事項で、対象外経費の事例を挙げております。こういった経費は負担金として、交付されるお金から使えませんよというものを注書きで挙げておりますので、こちらもよくご確認ください。例えば個人申請の場合の申請者本人の報酬であるとか、有料販布する講演パンフレットの、作成経費であるとか、それから、海外からの渡航であるとか、航空や列車の特別料金、ファーストクラスを使うとか、ビジネスクラスを使うとかということですとか、それから団体や個人の財産となるようなもの、今回のプロジェクトで得た助成金負担金をもとに、資産が形成されてしまうようなもの、例えば高額な機材を買って、プロジェクトが終わってもずっと使い続けられるとか、極端な車両を買ってしまうとか、そういうことは対象にはなりませんのでご注意ください。それから6番、応募方法は郵送または持参により受け付けております。必要書類、をよくご確認いただいて、漏れかけのないように書類を作成していただければというふうに思います。提出先はこちら、アーツカウンシル埼玉が受付をいたします。6ページ目に入っていますね。提出期限は3月7日で、郵送の場合消印有効とさせていただきました。で、ご持参の場合は、受付時間がございます。
火曜から土曜まで9時から17時までの間で、お昼休みの時間もちょっと窓口を閉ざさせていただきますので、受付の曜日時間をご確認の上足をお運びください。また郵送したけれども何かのトラブルで届かなかったというようなことがあるといけないので、提出される場合は必ず事前にアーツカウンシル埼玉までご一報いただけるといただくようによろしくお願いいたします。これは郵送の場合もそのようにお願いしたいと思います。で、7番応募に関する説明会が本日、それから2月の18日にもう一度あります。で、冒頭ご説明しましたが、この様子は録音しまして、この後皆さんからの質問にお答えする時間を設けますけれども、ここでいただいた質問も含めて、説明会に参加されない方にも確認いただけるように情報公開したいというふうに思っておりますので、ご協力をお願いいたします。それから7ページ目の8番選考、こちら、まず2段階になります。必須項目1番2番ということで、実施体制と事業計画がきちっと立てられていて、提案が本当に実施可能なものなのかという、必須項目のところで、まず1段階目のチェックをさせていただき、2段階目として加点項目ですね、より優れたご提案を採択させていただくために、1番から6番までの視点に基づいた審査をさせていただきます。点数をつけるという形で、あとは予算との関係を考慮しながら、コースごとにですね、採択をさせていただく予定でしております。それから8ページ目に行っていただきました結果の通知です。ごめんなさい、審査項目が7番までございました。失礼しました。7番まででございます。8ページ目、結果の通知は対象事業の決定後10日以内に全ての応募者に、つまり採択非採択かかわらず通知をさせていただきます。それから10番目、交付負担金の交付ですけれども、結果通知の送付後に決定した対象事業の実施者と協議の上、当該事業の実施について協定を締結します。実際に提出いただいた予算とその内容の対象経費や、対象外経費の内容など確認の上、いくらの交付を行うか、交付ごとに10万円を原則として区切りで、交付させていただきますので、この交付額で実行可能ですねというようなことも確認をして協定を結んで交付の決定をさせていただきます。で、原則として事業が終了した後に、実際にいくらかかりましたということが確定した上で交付しますので、実施後払いが原則になります。から11番目、広報のご協力をさせていただくということが記載されています。で、12番目、スケジュールということで、審査がですね、大体、募集を締め切ってから、6月までの期間に審査をいたします。ごめんなさい、8ページ目の応募期間のところの記載に誤植を見つけましたので、この場でご訂正お願いします。2、応募期間。2023年2月7日から3月7日です。大変失礼いたしました。で、めくっていただきまして9ページ目、審査期間が3月から6月を予定しております。で、対象事業決定と協定締結を6月のうちに進めまして、制作期間が6月から、芸術祭が10月の7日からですので、9月頃までの制作期間で実施を実施していただくというような内容になっております。で、その他、13番その他、提出物 の企画の提出応募書類については、申し訳ございませんが、すべて、皆様のご負担でお願いいたします。それから提出いただいたもの書類はですね、返却できませんので、控えが必要であれば、ぜひ控えを取った上で、ご提出をお願いします。それから個人情報については、保守いたしますので、どうぞご安心ください。続きまして、
公募プログラムに関する提出の様式ですね、を配布しているかと思いますので、そちらご覧ください。別記様式第4条関係ということで、公募プログラム企画提案書です。で、募集要項にあります内容を記載できるような様式をご用意していますので、こちらご活用いただいて、スペースが足らない場合は、ページが増えても構いませんので、欄を増やしてご記載ください。で、3枚目に、収支予算書のひな形というか、フォーマットをご用意しています。審査側の見やすさも含めて、あらかじめこういうフォーマットをご用意していますが、こちらについても、提案するプロジェクトとあまりにもこ う, うまく適合しないような事案があれば、アレンジをしていただいて構いませんけれども、基本的に、A の負担金の額と、それから F の対象交付対象経費との兼ね合いのことですとか、この項目の整理についてはこのフォーマットを参照していただくとよろしいかなというふうに思っておりますので、それから対象外経費ですね、自費で負担される部分、地位の部分などはこれ参考様式は一覧しか設けておりませんけれども、これも当然行を増やしていただいて、項目が複数にわたる場合は、対象外経費も複数の項目を書いていただいて結構です。以上ですね、こちらからの募集に関する概要説明は以上とさせていただいて、ここからは皆さんからのご質問にお答えする時間とさせていただければと思います。ありがとうございます。